今回はですね、この米中貿易戦争竹縄というわけですけれども、まあ、この裏側というものをこの読み解いてみようというわけで、まあ、いくつかのコマをですね、紹介しながらお話ししたいというふうに今は思っております。まずはいきなりですけれども、この美しい女優さんの写真からちょっと目がいくと、まあ、思いますけれども、まあ、これがあの有名なと言っちゃなんですが、ファン・ビンビンさんといってですね、37歳の、まあ、中国では超有名女優というわけであります。まあ、この人の、まあ、映画を私も見たことは一度もないんですけれども、まあ、とにかく、まあ、人気絶頂ということらしいんですが、実は、まあ、この人が、まあ、行方不明に数ヶ月間こうなってて、それで突如こう発表、当局の方で発表があったのは、彼女はですね、脱税を認めて、それなんと追徴金ですね、日本円換算で、146兆円という、まあ、巨額のお金をですね、すぐ払っちゃうと。で、3日間のうちに、まあ、全部完済したという話が最近伝わっております。その彼女ですね、どうやって払ったかっていうと、なんか北京なんかで、なんか超豪華マンションですね、まあ、これ40ぐらいは持ってて、それを全部処分してとかいうことのようですね。なるほど、すごいですね。しかし彼女の本当の資産はどれだけあるかというと、これはもう軽く1000億円は超えるというわけでありますから、まあ日本人である我々の、まあ、常識からも桁違いであります。まあ、しかしこういうゴシップ的に、まあ私の話を、まあこう紹介するわけじゃありませんね。これはその彼女がまあ一番こうね、なんていうんですかね、注目されているのは海外資産としてどれだけ持ってるか。おそらくこの1000億円という単位からすれば、その大半が海外で今あるだろうと、これ容易にまあ想像がまあつくわけです。でもう一つの特徴はですね、彼女はその香港を、足場にですね、これだけのその脱税をやり、資産を外に逃がしたと、まあ、いうことであります。でこれは非常に重要なポイントで、あるということは後ほどお話しするわけですね。それでこの写真真ん中ですね、これはモーさんという方ですが、なんとこの人はそのフランスのリヨンにある国際、その警察機構の総裁だということなんですね。結局これもやはり中国当局がその拘束を発表して、いると。それと今取り調べ中というわけで、この人もまあ要するに、リヨンを出て以来行方不明になってたと、まあ、いうわけであります。で、この人、つまりインターポールですよね。インターポールとは一体何かというと、実はこれは国際的なマネーロンダリング、資金洗浄というやつですね。その不正に逃げるお金、あるいはその麻薬や犯罪組織の、要するに地下のお金の、まあ、移動、まあ、こういったものを、まあ、監視するのが、かなりのこの国際、刑事警察機構の役割であるわけですが、このモーさんもやはり、この、彼が非常に、その関与したのがやはりその香港、活動、注目しているのはやっぱり香港ですね。このインターポールのその重要な監視拠点が実はその香港、であります。でこのことが非常にこの、気になる重要な部分だと、まあ、言っていいわけでしょう。で彼の容疑に関してその中国当局はその何も、こう公表して、いないんで、これは、まあ、憶測の意見は、まあ、出ないということになりますけれども、いずれにしてもこれは香港を経由したですね、そのまあ中国にとっては共産党の体制にとってはその不正なる巨額の資金のですね、逃げ道、逃げルートですね、
これに、この関与しているというふうに、まあ、見るのが当然と、まあ、いうことになっていきます。でこの3番目のこの人物が例のですね、中国を代表する、まあ、民営企業と、まあ、言ってるわけですが、あのネット最大手のですね、アリババ集団のジャック・マー会長であります。でこの人はですね、その9月の、まあ、10日ぐらいだったと思いますが、突如、それこそ突如ですね、1年後に私は退任するとこう発表したわけであります。まさかそういうことが起きるとは、まあ、誰もわからないですから、まあ、世界のビジネス界が、まあ、唖然としたこの、人物であります。で彼はもう大学の教授でもやってみるかなんてのことを、まあ、言ってるようでありますが、まあ、しかしいずれにしても不自然ですよね。でこの人もその巨額 の, その金融資産をですね、まあ、不動産含めでありますが、まあ、アメリカやヨーロッパも世界中にこの持っていると言われている人物であります。つまりこの3社ですね、この上腕の2人、ファン・ビンビンさんとこのモーさんというのはですね、まあ、このあれですね、こういう資産 の,、うん、その隠しあるいは脱税あるいは、まあ、それに関与している、うん、試験 の,、まあ、その逃避にですね大きく関与しているあるいはそれをよく知っていると、まあ、いう意味で共通項が、まあ、あります。でじゃあマーさんというと、まあ、別に拘束を受けたわけでもなくて突如このね退任引退をもう発表するというそれだけの話でありますが、実はこのマーさんを含め3人に共通項があるというわけであります。一つはこの香港にかなりこの関わりが深いということで、このファン・ビンビンさんというのはこの香港のその拠点にするですね、とその長老のそのあれですね、一族が経営する、その映画のマネジメント会社、ここを舞台にですね、まあ、巨額の資金 の,、その脱税だとか資産隠しとか、まあ、そういうのをこうずっと関与してきたと。でしかも蓄財をし、国外に、まあ、資産を、まあ、移してきたということが、まあ、当然こう予想されるということです。でからこのモーさんというのはこのインターポール、申し上げた通りですね、このインターポールというのは香港、アジアでは香港が最大の狙い目であります。マネーロンダリング、資金の大規模な移動、これがですね、地下ルートを通してこの香港経由から、このどんどん動いてしまう。でこれをまあ監視するのがインターポールで、その、代表そのものがですね、このモーさんであります。つまりモーさんというのは、その本人が関与しているか関与していないか、この問題もありますけれども、これを十分知り得る立場にあるという重要なる、この中国間資本逃避という意味では重要なる人物、と言っていいわけであります。それからこのジャック・マーさんですね、まあ、やはり、この、この上上の2人、と同じくですね、その習近平、国家主席、と、まあ、ある意味でこうの、まあ、に対抗すると言いますか、党の長老ですね、まあ一言で言えば、まあ、江沢民グループと言われるわけですが、江沢民派に、まあ、近い人物で、しかも江沢民政権の、当時ですね、その擁護のもとに、大変なこのビジネスの拡張、革命的な、そのネット の, その通販などでですね、大成功を収めてきた人物であります。つまり3人に共通するのは、まあ、いわば、この日本の、まあ、積極的に言えばですね、その習近平、氏が、目の敵にする、その相手ですね、その長老ですね、まあ一言で言えば江沢民グループですけれども、まあ、これとかなりこのゆかりが深いということが、まあ、想像されるというわけであります。そういうまあ共通点と、それからまあ香港、それから巨大なるその資本逃避あるいは資産の海外への
その正式か非公式か、まあ、問わず、海外のその資産の存在、これは香港が関与しますね。そういうことでこの3社はかなりこの共通項が、まあ、あると見るのが、まあ、これは当然で、まあ、あるわけですね。でさて、ここで米中貿易戦争とのどういう関わりがあるかということですね。まあ、私はもうこの9月から10月にかけてのですね、この一連の要人の拘束あるいはその引退劇、というもの、このその裏にはですね、まあ、米中貿易戦争で、このまさしく窮地に、立たされた習近平氏そのものですね、彼がその窮地に立たされた習近平氏がですね、まあ、起死回生の策をその打つこの一環として、こういう拘束事件あるいは引退劇と、いったものが行われたんではないかというふうに、まあ、推測する次第であります。で、そこでなぜそうなのか、まあ、一番重要な問題はですね、米中貿易戦争で一応何が起きているかというと、巨額なるその資本逃避であります。その対米貿易戦争のゆえにですね、中国の上海株はまあ下落を続け、それで人民元は大変な下落圧力をまあ受けている。でこれは紛れもなく資本逃避を加速させることの、まあ、いわば表れでもあり原因でもありまた結果でもあるというわけであります。でこれをまあ放置することはまずできない。で一番重要なことはですね、人民元の下落、これはもうこうせざる力、あるいは金融緩和をすればですね、人民元の下がるも当然でありますが、その、によるあの資本逃避ですね、これを塞ぐためにどうすればいいか、これは取ってる場合のですね、この資金の逃避ルートを完全に遮断することで、不在でしまうことですね。で、従いまして、その習近平政権がですね、香港に目をつけた。で、ついでですね、この香港にもゆかりの深い、資本逃避にも、非常に深く関与しているであろうという張本人のこの3人をについてですね、厳重なる取り調べをやるということは、すなわち、どういうことが行われているかということを、その調べ尽くすということにつながってくるように、まあ、思えるわけであります。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村光雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。